皆さん、こんにちは。プロフィギュアスケーターで、現在は指導者として後進の育成にも力を注いでいる安藤美希さん。今回はそんな安藤美希さんに関する未成年飲酒疑惑についての話をご紹介しましょう。安藤美希さんが2023年秋からコーチを務めている、20歳年下で高校1年生の教え子 A さんとの手つなぎデートや、3時間にわたり上で密会していたことが2024年6月27日発売の週刊誌にスクープされた件で、フィギュアスケート協会から下される予定の処分が明らかとなりました。7月上旬に安藤さんをはじめ、フィギュアの指導者が多く所属する日本フィギュアスケーティングインストラクター協会の総会が行われたようで、安藤さんは出席しませんでしたが、そこで佐野稔理事長が安藤さんを厳重注意、処分とする意向だとさらっと話したそうです。ただ佐野さんの発言はフライング気味だったのか、協会の弁護士がすぐに発言を止めていたのだとか、協会へ週刊誌が事実確認を求めると、事実です、協会の処分は会期上は総会決議による除名だけですが、理事会の判断で注意、厳重注意などをすることがあります、現在のところ厳重注意は行っていませんと回答したようです。処分自体は厳重注意で止まったようですが、未成年飲酒疑惑騒動の影響は大きく、ネット上ではフィギュア界追放となる可能性も指摘されています。安藤美希さんは現在小学5年生の長女と関東で暮らしているものの、愛知、名古屋を活動拠点とする A さんのコーチを引き受け、かねてから語っていたコーチになるという夢を叶え、 A さんのそばに寄り添いながら熱心に指導を行っていたようです。未成年飲酒疑惑騒動の発端は、週刊誌の編集部に関係者からコーチと選手以上の親密な関係にあるのではないかとの声が多く寄せられたことでした。そこで記者が張り込み取材をしたところ、大阪で海外派遣選手の選考会が行われた6月22日に手つなぎデートを目撃したそうです。安藤美希さんと A さん、 A さんの母親は21日に現地入りし、練習を終えた後には3人で食事し、多くの選手スタッフが宿泊したホテルとは別のタワーホテルに宿泊、そして翌日の選考会を終えた後に3人でユニバーサルスタジオジャパン USJ へ向かったとのことです。 USJ では安藤美希さんと A さんが密着し、お互いの腰に手を回したりお尻に触れたりと、まるでカップルのようで、 A さんの母親がチケット売り場に向かい、2人から離れると安藤さんと A さんは手をつないで歩き始めたといいます。その翌日には電車内で2人が数分にわたり顔を寄せ合い、抱き合う姿をキャッチしたほか、2人で繁華街にラーメンを食べに出かけたり、地元の名古屋で A 君が安藤美希さんの実家を訪れ、3時間にもわたって2人っきりの時間を過ごしていたといい、こうした客観的事実から2人の男女関係が疑われ、未成年飲酒疑惑が浮上したのでした。ただ週刊誌の取材に応じた安藤美希さんは、 A さんとの交際についてさすがにだって犯罪になると否定しているほか、 USJ でお尻を触っていた理由は変な話筋肉と弁明しています。 A さんの母親も取材に対して、専任コーチを務める安藤美希さんは一般人とは関係性が異なるとし、周囲に誤解を与えないよう A さんには距離感を追って話はしているとも語っています。ただそうした中で2人の距離感を問題視する声が周囲から上がっていたらしく、週刊誌の取材にフィギュアスケート関係者は、2人の距離が近すぎて控え室でも周りの選手が目のやり場に困るほどです、移動の飛行機の中でも人目もはばからずイチャイチャしていたそうですと証言しています。また週刊誌によると、安藤美希さんは2023年秋から当時中学3年生だった A さんの専任コーチに就任したといい、フィギュアスケート関係者は A さんについて、中学時代に全国大会で1位になり、スケート連盟の強化指定選手になるなどジュニアの有望選手です、ただ気持ちの浮き沈みが激しくて、それが演技に現れる、良い時はノーミスで滑ったかと思えば悪い時は全部でミスしてしまうと、高い能力を持っているものの
メンタルが不安定な部分があるとしています。取材に対してフィギュアスケート関係者は、 A 君はこの春スケート選手を多く輩出している有名大学の付属高校に入学しました。練習はその大学のスケートリンクで行っていますが、貸し切りではないのに安藤さんはいつも我が物顔で荷物を大きく広げており、それを迷惑がっている関係者も多いんですと証言しています。そんな安藤美希さんが A さんのコーチに就任した経緯は、安藤の指導者だった門名優子コーチのクラブで指導を受けていましたが、そこで時折指導に来る安藤と出会い、 A 君の方から彼女にコーチを引き受けてもらいたいとオファーしたとのこと。また安藤美希さんを知る人物の話では、 A 君の両親はこのままコーチを続けさせるわけにはいかないという考えに至ったものの、 A 君自身は彼女の指導を受け続けたいという気持ちがあったようです。しかしその後、やはりコーチと選手の関係は解消したと聞いていますとのことです。この点について週刊誌は A 君の母親にも取材したらしいのですが、そこはどうなってるのか、いろんな話はあると思いますが、何も申し上げることはないですし、彼の人生どうなるかめちゃくちゃわからなくなっているので、そちらに関して今お答えすることは必要ですか？大丈夫です、ご心配いただかなくても、コメントはちょっと控えさせていただきますと返されたそうです。報道前、安藤美希さんにもコーチ契約の事実確認を求めたそうですが、マネージャーを通してくださいと一点張り。そしてマネージャーは、現在はお答えできる内容はございませんとの回答だったそうです。そして週刊誌からの報道を受けて、安藤美希さんは2024年7月19日にインターネットテレビアベマプライムへ出演し、釈明を行いました。安藤美希さんはこの日の番組冒頭で、先日から週刊誌で報道されていることについて、私事なんですけれども、少しだけお時間をいただいて自分の口で言葉でお話ししたいなと思ってお時間いただきますと発言。今しっかりとした大人として、そして指導者としても、自分の配慮の足りない軽率な態度によってスケート関係者の皆様、そしてスケートを通じてお世話になっていたスポンサーの皆様、メディア関係の皆様、そして一番は自分の家族と携わっていたスケーターの皆さんに対して、本当に心からご迷惑をおかけしたなと思って、この場をお借りしてしっかりと言葉を伝えたいなと思いました。本当に申し訳ありませんでしたと謝罪しています。その上で、記事の中にもあるように写真だったり、タイトルの中でその記事を見てくださった一般の皆様に誤解されるような行動は、本当に今後慎んでいきたいなと思ったのと同時に、そういった関係性っていうのはもちろんなく、フィギュアスケーターとしてコーチとしていろんな選手と携わっていくうちに、スケートのことに関しては本当に強い気持ちを貫いてやってきたので、そこだけはしっかりとご理解いただけたら、選手に対しての迷惑というのはかからないと思いますので、一部報道は事実無根ということだけはしっかりともう一度記事と同じようにお伝えさせていただきたいなと思いますと言い切り、本当に申し訳ありませんでしたと再度謝罪。一方で、今は自分の行動にしっかり反省する時間も必要だと思うので、リンクにはまだ行けてないんですけどと A 君の指導を行っていないことも示唆していました。いかがだったでしょうか。今回紹介した安藤美希さんに関する未成年淫行疑惑についての話はここまでとなります。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。